皆さん、こんにちは、こんばんは。ここにチャンネルのショーが今日は、YouTube 音楽、ベスト20、独断と偏見で選んだ第18位をお届けいたします。いや、もうこの曲はね、もう思い出がこもってるんですよ。え、もう本当若い時ですけど、まあ、ちょっと、あの、働いて、アルバイトですよね、働いた時にね、たまたまね、この歌を歌ってる人がね、 来たんですよ働いてるところに。で、まあ、ちょっとね、あのー、いろいろ話して、あ僕ももうペ a ペ p ですから、もう本当に緊張しちゃってね、話して、で、この方はね、あれ、あれ時計してないのあ、いや、えー、ちょっとあなかなか買えなくて。あ、そう、じゃあこれあげるよって言って、 自分のしていた左腕の時計を外してくれたんですよ。今でも持ってます。いやーもうね、感動ですよ。そしてこの曲です。その後間もなくね、流れてきた曲が。いやーいや、もう感動。もう、その時計をいただいたからと言って18位ではないんですよ。じゃなくてもう、やっぱりね、名曲ですよ。 でもこの曲の題名が言えないんですよ。これ言うとね、YouTube とか、まあ他のブログとかもそうですけど、全部ね、おかしなことになっちゃうんですよ。もう削除ですよ。本当ですよ。なんでそんなことになっちゃったんでしょうね。よくわかんないですけどね。まあいろいろあったからでしょうか。いや、とてもいい、あの、曲です。そしてここからですね、ちょっと長いですよ、今日は。こっからあの、 私の音楽理論というのがあるんですよ。この音楽理論っていうのはね、音楽、まあ歌ですよね。世の中に流れていく人が耳にする歌ってあるじゃないですか。その歌にはね、2種類あるんですよ。2種類の作り方ですね。作り側の話なんですけど、作り手のね。これはの音楽の関係者とか、音楽をこれから目指す人は、もう本当、こう耳をかっぽじってですよ。よく聞いていただきたいんですけども。あのね、 前はね、昭和ですよ。昭和のあたりの、まあ、本当にこう、昭和が終わるまでは、視線って言ってね、詩が先だったんですよ。詩が先にできて、で、作詞家の先生が詩を作って、まあ、悪友さんとかね、松本隆さんとか、そういう方が詩を作って、その詩に合わせて、その詩をもらって、作曲家が曲をつけたんですよ。 で、曲となって、歌手が歌って、レコードになったんですよね。まあ、あと、その、その後は CD ですけど、まあ、世の中に出たわけですよ。そうやって。そういう曲の作り方をずっとしてきたんですよ。ね。だけど、それは何がいいかっていうと、作詞家の先生が先なので、やっぱりね、物語を作るわけですよ。一曲。もう物語なんですよね。 なるほどっていう、そういう、もう一曲が一冊の本みたいになってるんですよ。それがね、やっぱり心に染みる日本人に合ってるものだったんです。だけど、その後ね、スンクとか、あと何あの、小室ですよね。あれが出てきたあたりで、曲がね、メロディーが先になったんですよ。 で、視線、詩が先を視線って言うんですよ。専門用語でね。メロディー先を、あの、まあメロ線ですよね。曲線って言うんですよ。メロディーが先で、まあ例えばいいメロディーが浮かんだら、それをもうメロディーを書いちゃって、そのメロディーをまあ録音したり、まあ音符にしたりして、作詞家に渡して作詞の人が詞をつけるんですよ。最近はね。 全部これ変わっってきちゃったんですよそういう風に何があの違うかっていうともうねメロディーが先だともうリズムが先になっちゃうんですよ。ちンんちチャンツンツッチャンツッツッチャンツッツッチャンっていう感じでね。で体に、まあ、体は動きますよね。確かにね踊るような感じで。だけどね詩が後から乗っけるから。 あの、ちゃんと物語とかできないんですよね、まあ。愛してるだとかね、恋してるだとか、君がいないととかね。もうそんなね、もう毎回もうそういう言葉、単語ばっかりになっちゃう。本当に。後から、そのメロディーに合わせようとするからね。だからね、物語はね、ないんですよ。その一曲の中に。これはね、やっぱり、まあレコードとか CD が、まあ CD ですよね、売れなくなって きた要因の一つ大きな要因だと思いますよ。要するに心の奥までは響かないですから。だって日本人の大切な言葉としての物語がないんですから。だから売れないんですよ。だから爆発的なヒット出ないんですよ、最近。まあ間違いないんですよね。日本あのあの、アメリカはいいんですよ。アメリカとかのもう本当単語だらけなんでね、もう単語で会話してるような感じで簡単な単語ばっかりつなげてね。 だから、あの、メロディーで、まあ、心響くようにっていうのはいいんですよ。だけど、それと日本人の場合ちょっと違うんでね、やっぱり言葉の物語がないと、心に響かないというのがあるんですよ。これはね。うん、だからね、そのメロ線っていって曲線、そのメロディーが先っていうのは、まあ、作り方としてどうなのかなということで、ところがね、今日のこの第18位は、 そのメロディーと詩を両方一辺に思い浮かべて作る人なんですよ。もう,もう間違いないですあの。本人に聞いたんでね。自分はあれですよ。あの両方一辺、一度にブー出てきますよね。まあ、曲はちょっと先っていう時もたまにあるけど、まああの、詩もね、同時に思い浮かべたり考えたりしてるので、まあ、大体合体したものがふわーっと出てくる感じですよね。っていう話を本人がしてました。 本人から聞いた話ですからね、これはね。うーん、ということで、私の、えー、心に残る、まあ、YouTube でも、まあ、聞けます、えー。説明欄に貼っておきますのでね、そこから飛ばして聞いてみてください。YouTube 音楽ベスト20。独断と偏見で選んだ第18位。お聴きください。よろしくお願いします。